はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、今回の動画はですね、最近ちょっと、馬券ネタ動画増えてますけれども、今回のはですね、聞いていって損はないかなと。 はい。話のネタにもなりますし、まあ、最後までちょっとね、聞いててくださいっていう感じなんですが、多分誰も聞いたことがない連投場の話っていうのこっそりしますから、はい。ぜひね、あの、持って帰ってください。で、あのー、サッカーアジアカップ、はい。えー、まあ、あの、過密日程とかね、中に、中2週じゃねえや。長すぎますね。なんか2日とかもね、ああいうのも厳しかったと思いますけど、競争場の連投っていうのも、ま、大変なことじゃないですか。 他のスポーツだと、まあ、辛い条件は相手も同じだ、みたいなね。その、休みが取れなかったとかっていう話があっても、まあ、そんなことをですね、テレビの前で寝転がって見ている視聴者にね、厳しく言われることもあると思うんですが、競馬に関してはですね、相手はフレッシュ、俺は過酷、みたいな、そんな状況になることが多々あるわけですよ。 で、面白いもので、そういうあの、連投する馬ですね。先週も走りました、今週も走ります、みたいな。この連投する馬っていうのはですね、年度別でね、実はそこまで等数の差がないんですよね。今年は連投馬多かったなとかね、そんなのないんですよね。だいたい年間1300から1500頭ぐらいで推移していて、同じぐらいの頻度で、我々、僕たち、あなたたち、皆さんの、あの、競馬ファンの前に登場してくるわけですよ。 で、これがね、予想する上では、まあ、意外と頭を悩ませる存在になってくるんですよね。で、一般的に、この、連投する馬のイメージってどうなのかなと。はい。まあ、調子がいいから使う。まあ、そうあってほしいですよね。うん。ダメージがないから使う。まあ、そうあってほしいです。相性が良い。開催が終わるまでに使う。まあ、これはね、あると思いますよね。あの、小倉ですごく成績が良い。まあ、小倉専用機みたいな馬とかで、あと一緒で小倉終わっちまうな、もう使っとかなきゃ、みたいな。 まああると思います。よく見かけますよね。あとは前奏不完全燃焼な競馬になっちゃったから使う。まあこれ怒りの連投なんて呼ばれますよね。はい。あとはもう使えそうだから使っちゃうかみたいな。まあビジネス的な部分ですよね。馬回していかなきゃいけない馬主さんもいますから。まあ、そんなこともあると。で、確かにどれも、まあそういうこともあるというところなんですけど、結局そうであるかどうかっていうのは、うん。まあ結論としてわからないわけですよね。 明らかにただ使ってるだけだなぁと軽視した馬がもう一変して構想することもあるし、いや、不利受けなければ勝っててたよなぁ、みたいな、そういうレベルの競馬をした馬が連投してきて、おい怒りの連投だぁ、みたいな。これが大惨敗することだって全然珍しくないのが競馬なんですよ。で、まあそんな連投馬をですね、明確に区別する方法ってないのかなぁと、うん、それを調べていく上で、あえて僕は長距離をしてみました。 はい。で、あえてというのはですね、まず連投なので、追い切りはなしっていうのが当たり前だからという意味ですね。えー、実際に連投なのに、うん、連投なのに真ん中の水木に半路で55秒台以下の追い切りなんかっていうね、そんな時計使った馬って全体のまあ1.6%程度しかいないんですよ。まあ、結構すごいことするなと思いますよね。 で、ウッド4波論でまあ57秒台以下とか出してる馬も1.1%なんで、まあ札幌とか函館とか小倉の滞在とかを省いて考えればですね、この半路とウッドの部分で言えば、まあ全体の3%ぐらいしかそういう追い切りらしい追い切りって行わないわけですね。連投なので。しかもその上で成績は良くないんですよ。この連投馬全体の成績よりも若干副勝率とか高い程度で、 追い切っても何の意味もないっていうことは、このね、あのー、長い期間の調査で分かってきてることなんですよ、こっちとしては。うん。全然、ね、そこで成績がめちゃくちゃいいんだったら馬に無理させるのは OK だと思いますけど、あのー、そうじゃないんで何にも意味ねえなって僕は思ってます。なんでこの目線っていうのは正直役に立たなかったんですね。で、そこで目をつけてみたのが前日追いなんです。 はい。レースの前日にまあ反論を使うっていうケース、珍しくないんですけどね、そんなに。その有無による成績の差はないのかなと。で、まず、重要なポイントとして、前日追いをしているのであれば、ほぼ遠征はありえないということですね。はい。あの、例えば、立党の馬だったら、もう、あの、阪神とか京都とか、まあ、中京なら前日追いしますけど、はい。そういうことです。えー、っと、美保の馬だったら、まあ、東京中山の時は前日追いすることもあるけど、っていうことです。 はい、遠征するのに、遠征するのその前の日に追うなんてことはないです。ほとんどね。たまーにありますけど。で、あの、要は連投で遠征ですね、させるみたいな、そういう酷使するケースってやっぱ成績がもともと悪いですから、前日追いがあるかないかっていうところだけで、そもそも自動的に消せるんですよ。 その遠征部分をね。そこを決して分析することができるので、前日追いに目をつけるっていう利点がね、僕的には大きかったんですよね。でもこれはまだ調べる側の利点を話してます。はい。僕側の利点、今皆さんにこれを紹介する上で、あの、この作業をしたっていうところの利点を話しているんですけど、ここまではそのね、あの、僕側の利点でしかないんですが、この結果を見てしまえばね、皆さんの利点にもなるんです。はい。前日追いの有無で回収率が倍違うんですね。 はい。前日追いなしの場合の単回収が55%なんですよ。で、前日追いがありだった馬、販路ですよ。単回収101%あったんですね。連投で。はい。で、連投からの前日追いありっていう組み合わせでは、単勝回収率が100%を超えているということが分かりました。これ結構長期です。はい。6、5えー、っと、5年ちょいの結果です。はい。加えて、コンソ1番人から5番人気の馬に限定するとですね、 勝率が18.4%もあって単価値、単回数103%あるんですね。結構信信頼できてプラスになってる時空馬誕生なんですよ。でしかもこれが比較的毎年安定した好成績になって、で、あの、さっき言いましたよね、僕ね、あの、連投の馬が、毎年そんなにあの、今年は多かったね、少なかったねがないっていうね、連投の馬が。で、これに関しても、該当する馬の頭数とかがほとんど、あの、毎年同じぐらいなんですよ。勝ち馬の頭数も。そう、そこも安定してるんですね。 で、あの、ちょっとこれ面白いなと思っていただけるのは、調教好きな方だけだと思うんですけど、はい。なので、まあ僕はすごくこれをき、これに気づいて楽しいな、面白いなと思ったんですけど、連投で前日を寄している馬の水木をね、ちょっと振り返ったんですよ、数日。そうしたら、遅めの反応を使ってることが多いんですね。はい。連投の馬全体で言ったら、遅めの反路すら使っていない馬の方が多いんですよ。なんですけど、連投で前日を寄している馬は、水木にも反応を遅めだけど使っているっていうことがすんげえ多いんですよ。 うん、なので、連投だからほぼ何もしない馬じゃなくて、連投なので、追い切りと呼ばれる時計は出してませんが、追い切り日にも、前日にも軽く動かしておくぐらいの余裕がある連投馬の成績が良いということになるんですよね、うんで。これなんか逆から見てるから不思議に感じるんですけど、あの、なんでしょう、まっすぐ見ていったら、 月曜日から順番に見ていったら不思議じゃないんですけど逆から見るとなんかすごくでもね僕は不思議に感じたんですねこれ面白いなと思って前日を寄している馬は水木も追ってることが多いんだっていううんだけど水木に追ってる馬をチェックしたからといって前日を寄している馬が多いとは限らないんですよこれがだからこの数字のね数字っていうかその見る方向のなんだろう見る方向から見える景色の違いですよね はい、これは僕も勉強になりました。で、えコンソーの人気に関しては、先ほど1番人から5番人気成績って言いましたけど、他の競馬ファンというより、まあ、競馬新聞の印がね、まあ、人気を作ってるというのは未だにそうですけど、そこの思いをね、思いの部分をちょっと利用する部分もあって、連投で人気に支持されてるっていうことは、まあ、前奏で力出せないとか、不利をあったとか、そういう理由もあるでしょうし、まあ、見どころのある競馬で調子も良さそうだったからとかね、そういう意味が含まれていることも多いわけですよね。連投なりに人気するっていうことは、その中で、 本当に余力がありそうな馬それを選択するための前日追いの有無っていう逆算の考え方もできるんじゃないかなと思ったんですでねここに馬体重っていうものを加えるとね意味の輪郭がはっきりしてきて面白いんですよはい連投馬で、えー、前日に反論位もしてますとで前走馬体重増えてるで今回連投で馬体重減ってるはいでも前日追いしてるで人気勝率21.3%単回十123%もあるんですね 前走馬体重が増えていて、連投で出てきて、前日追いもしていて、まあ多くの場合、このね、さっきも言いましたけど、水木もちょっと反応使ったりします。で、馬体重絞った馬の連投ですね。これ言葉にするといかにも走りそうじゃないですか。うん。いかにも走りそうな馬が走らないのが競馬だったりするんですけど、これは実際に構想している例ですね。 うん、なので、あの、まあ、当日の馬体重チェックできない方が、これを今目にしてしまうとね、そのスケジュール的になかなかそういうことができないという方が見てしまうと、ちょっと悔しい思いされるかもしれませんが、まあ、一応あの、この馬体重使わないね、先ほどの話の段階まででも、えー、活用していただけると思いますし、うーん、馬体重見れない人へのアドバイスがあるとすれば、これ前奏馬体重増加ってあるじゃないですか。はい。で、今回馬体重減ってる。 この形ね。なんですけど、前奏馬体重増えているかどうかっていう部分は、別に当日関係ないですよね。当日競馬に張り付かなくてもわかるじゃないですか。前走の馬体重チェックするだけなんで。うん。なんで前走の馬体重がだから減ってる馬もいるわけですよね。うん。なんで前奏馬体重が増えている馬だけに絞れば、はい。だから成績はちょっと上がりますよね。実際に体重が減っている馬が、あのー、拾える可能性もある。 もちろん拾え拾えない可能性もあるけど、っていうことです。はい。わかりますかね前走馬体重が減ってる馬をチョイスしてしまったら、ここの前走馬体重増加っていう項目が漏れてしまうので、ダメですけど、前走馬体重が増えているんだったら、えー、あとは、えー、さらに増えるか、同じか、減るかの3パターンしかないので、はい。道筋としては。うん。なので、えー、 先ほどまで紹介した内容プラス前奏バタイジュ増えてるなっていう馬だけチェックしてもらうのもありですね。前日段階で。うん。であとは当日のバタイジュ減ってるかどうかっていうところはもう運に任すっていう。はい。でこの、このパターンの運に任すは別に悪いことじゃないんですよ。 うん。全然悪いことじゃなくて、極力、あの、運に任せないようにしていって、最後この部分、しょうがないからここはもうランダムだよねって、でも回収率高い、あの、ものが含まれているっていう話ですかね。全体的に回収率が高くて、その中でも回収率が一番高いところにボールが入るかっていう運にしてるだけなんで、全然この運の、なんでしょう、運任せみたいになってしまう部分は、あの、悪くありません。うん。なんで、あの、罪悪感を持ってやる人、やる必要とかなくて。 うん、他の奴らはバタイ減ってるとこまでチェックしてるのがクソとかって思う必要は一切ないです。うん。人には人のあのスケジュールがありますからね。で、馬券える時間とかそんなのはもうみんなバラバラなんで、はい。その中で最適のことをやればいいと思うので、えー、前奏バタイ増加っていうところまでは加えてもいいんじゃないかなと思います。はい。そんな感じでね、お届けいたしました。なんかね、参考になったなとか面白いなとか、もう初めて知ったよっていう方がね、えー、初見さんだったらぜひ、 チャンネル登録、高評価してほしいですね。はい。この話は、もう競馬ファンでね、あの、飲み会とかやった時に、ポンってこの話言ったら、もうみんなあれですよ。絶対知ってるとは言いませんよ。<laughs> うん、いないでしょうね。0.1%、0.01%、0.001%もいないんじゃないですかね。うん。ちょっとどやれます。<laughs> ちょっとね、自慢してね、あの、飲み会でちょっとあの、競馬知識マウント取ることができるかもしれません。 はい。まあ、でもそうですね。あの、離乳は叶ってるなと思いますね。連投してきて、うん、なかなか追い切り早い時やるっていうのは酷な話ってね、最初の方に言いましたけど、何もしないっていうのはなかなか厳しいけど、やっぱ前日にね、あの、調整程度ですけど、前日追いまでできる馬っていうのは、やっぱ余力があるんだろうなと思いますしね。で、前日追いしている馬の多くが、あの、中間のね、水木にも遅めの時計を入れていることが多いっていうのは、 まあ、逆算っていうかね、時間、時系列逆に考えてますけど、まあ、土日にね、あの、前日追いができているような馬は体力的に余力もあるんだから、まあ、水木も体を動かすことがね、動かしておく方が最適みたいな、そういう判断になるのかなっていうね、そういうところにもちょっと気づけたので、うん、僕としてもこのね、あの、県を調べたのはすごくあの、実りがあるというか、ここからね、いろんなことに応用していけると思うんですよね。 中2週とか中2週じゃないか中1週の場合連投の次ですねうーんでもこれが効果的なのかどうかはまだ調べてませんけど割とねこの前日追いっていうのも僕は最近注目してるんですけどありますよ厩舎によってもね前日追いしてると成績いいとかね守亡は血統にも多いですねあこの血統って前日追いしてる馬いい前日追いして体重増えてる馬いいんだとか そういうのもありますしね。急社とかはほんとめっちゃあるし。うーん、なんかね。あとやっぱりそのなんでしょうね。前日追いして、中、なんでしょう、あの、追い切りもやって、前の土日も早い時計で使って、みたいな。そういうとこまで見ていくと、あの、なんでしょう。このぐらいの馬体重の馬だったらどういうふうに体重が推移するパーセンテージが多いかみたいなね。減るか増えるかっていうところまで割と、あの、統計取ったらはっきり出るんだなとかっていうのも最近思っています。 なんでいろんなことがね、やっぱ状況から見えてくるなっていう、そっから応用してね、他のことにも役立てていくっていうことをやっているんですけど、ま,あ、またそういうことをやりながらね、このチャンネルではあの面白いことが見つかれば、えもう真っ先に、視聴者様の皆様に、視聴者様の皆様、ちょっと変ですね、視聴者様の、 皆様に、あれ同じになっちゃった。まあ、いいや。あの、まあ、皆さんにですよ。あのー、ね、真っ先にこうシェアしていこうと思ってますので、まあ、これからも応援していただけたら嬉しいなと思っております。はい。そうだ、ただちょっと、まあ、今回の動画の反省点があるとしたら、うーん、競馬初心者の方だとどうですか話に入ってこれましたかね <laughs> 全然競馬初心者だけど意味は分かったよっていう方いたらね、コメントに分かったよって書いてほしいなと思うんですけど、ちょっとね、あのち、途中で話したあの、要は、連投で前日をしてる馬の水木の動向を見るこ、見るとっていう、その、逆に見たときに、みたいな。うん。で、正方向に見たときにとかって、あの話はちょっと分かりづらかったかなと思うんですけど、ちょっとね、僕のあの、なんでしょう、頭のレベルとですね、トーク力では、あの説明が限界だったので、はい、なんかあの、噛み砕いて説明できる方がいたら、 うん。なんかあの、コメント欄であの、噛み砕いて説明していただければなと思います。もしわかんないっていう方がいたら、ちょっとね、そんなサポートしていただければなと思います。はい。そんな感じですかね。はい。えー、ちょっとね、あの、マニアックな動画でしたけど、最後までご視聴ありがとうございました。竹内でした。バイバイ。